栗山夏子が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of 夏子栗山。ちっちゃい時からおばあちゃんが取ってくる山菜で、山菜料理とかも作ってもらって、それを食べて育ったので、自分の中のキラキラした思い出みたいな。多くの山に囲まれた秋田県の小坂町、栗山が力を入れるのが山村と都市をつなぐビジネス、山の恵み山菜採りを代行する秋田森の宅配便。例えばわらび1キロというような山菜の種類を依頼いただいて、わらびですと5月にならないと取れないので、取れる時期になったら山の名人が山に入って探しに行って取ってきて。鮮度が命の山菜は市場に出回りにくいものも多い。注文が入ってから山へ取りに行き、その日のうちに発送する。山菜を取るのは山と山菜を知り尽くした山の名人たち。名人一人一人に得意な山菜がある。生えてくる場所が種類によって違うので、取ってる場所を知ってるっていうのは一番重要なことで、まあ、なかなかその場所を家族とかにもあんまり教えなかったりとか。ありますね、見られる。ぜひやるといいや。ある程度場所を開くのに伝えて、私からいろいろお願いをして頼ってもらえると、それに応えようと頑張ろうって思えるらしく、おばちゃんたちは逆に元気に過ごせてるって。やっぱりいつまでも役目があるって生きがいとして必要なことなのかな。この新しい発想が評価され、グッドライフアワードでは環境大臣賞に選ばれた。地域の資源を地域の名人と世代を超えて届けていく。フレッシュフェイシーズ、その先は。私はすごい小坂町が大好きで、まあ、都会にはないいいものがいっぱいあるなって、日本中もしくは世界中に、この地域の山菜が採れる環境とか山の名人の暮らしとか、まあ、ひっくるめて発信していきたいな。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。